100年以上生きてるかどうか知らないな、わからないだね、わからない。青鬼にかもう、あーはいだね、はい、すげえレバね、ねー、レバーレ君と納豆兄さんのゆっくりねっとりゆるいゲーム実況。はい、今回はアキネイター。あ、今回ネバール君がゲーム持ってきてくれたのね。はい、ネバよ、知ってるよ、アキネーター。知ってますか。うん、この魔人みたいな人が、うん、今マットお兄さんが何を想像してるか当ててきますよ。知ってる知ってる、あの人物を思い浮かべて、で質問に答えてったらその人物当ててくれるやつでしょ。そうなんですね。知ってるよ、ね、じゃあちょっと早速やってみましょうかね。うん、やってみようよ。じゃあまず、うん、納豆にさ、じゃあ誰想像しますかネバ。じゃあやっぱネバールくん想像しようかな。ネバールくん、アキネーターさん、ネバールくんのこと知ってるかな。じゃあ、はい、チャレンジスタート。ポチ。はい、質問その1、 YouTuber、はい、まあ多分部分的にそうそうね、部分的にそうだね。全て漢字が使われる？いいえ。いいえ。ひらがなですか？いや、部分的にそうだね。こっち。女性？男性だね。そうねばよ。いいえ。棒がつきますか？まあ、棒、ニョロニョロ棒作るから、そうだね。はいじゃない？はい、うん。TikToker ですか？いやー、TikToker ではないよね。そうねばね、ちょこっと一瞬だけやったけども。そうね、TikToker ではないかな。名前に小文字がありますか？ないね。いいえ。ゲームに関係する？ゲームに、まあ部分的には関係するんだけど、これはどっちとも言えないな、わからないかな。わからない。黒髪？いいえだね、髪ないでしょ、ハゲてっから。ハゲてねえし。茶色のボーボーだし。あ、そうか、人間じゃない。いいえ、妖精です。納豆です。あ、茶色、あれすごい、え、いきなりまずいぞ、近づいてきて。茶色、はい。犬はいかな。はいじゃない。納豆だわ。え、納豆か、そっか。いいえ、いいえ。な、誰と思ってんだ。姫スイート TV です。あれ、活躍してる。あ、多分そう、部分的にそうだね。お、もう出ちゃう？あー、あー、すごい。すごいね、ば。すごい。当てられちゃった。すごいね、頭の中を覗いてきたね。覗いたきた？覗いたきたね。なんだと覗いたきたって、覗いてきたよ。本当ねばね。すごいね、これ誰でもいけんの？誰でもいけんのか。じゃあ、納豆お兄さんとかそうなんだろう。いや、私をこれで検索してる、これって検索してる人がいっぱいいればいるほどこうやって出てくる。だからインターネット上とかで名前が上がってないとダメだったりとか、うん、そう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 、アキネーターで遊んでないとダメなの、この人で。納豆お兄さんを質問してる人がいないと、そう、成り立たないから、もうダメなんじゃない。やってみる。やってみましょうか。はい、じゃあ納豆お兄さんでやってみましょうか。納豆お兄さん、じゃあネバール君やってみるね。はい、名前に漢字が入っている。入ってるね。納豆って入ってるからね、うん、はい、入ってます。テレビ業界の人。まあ、なんかわからないかな、これ。わからないだね。歌に関係はないね。いい絵だね。35歳以上。はい、そうだね。もう、嘘、私もっと、そんな言ってないよ。政治に関係してません。はいだよね。あれ、政治してません。私してない。スポーツに関係してません。なんか寂しいな、なんか50歳以上って。いいえ、いいえ、いいえ、いいえ。80歳じゃなかった。違うよ、46。ちゃんと教えてくれてありがな。芸能人、多分部分的にそうかな。部分的にそうなのかな。ゆる人だからね、うん、女性。いいえだよ。いいえ、迷わないでよ。漫画やアニメに関係はないよね。ないね。だいぶ迷ってるね。うん、
ね、そりゃそうだよね、全然それっぽさ出てこない、メガネかけてる、あ、これは、はい、あ、これもうバレたか、パチンコパチスロに関係ある、関係は昔バイトしてたからね、そう、昔バイトしてたし、でもいいえね、うん、名前はすべて漢字、いいえ、いいえだね、棒はつかないよね、あ、つかないね、YouTuber 関係、まあ部分的にそう、あ、部分的にそうだね、納豆お兄さん、うん、うん、うん、ついてるね、いや、まだわかんないですよ、丸坊主じゃん、いや、丸坊主じゃないよ、わら坊主、わら坊主ってなんだ、帽子取ったらスキンヘッドとかじゃない、違うよ、食べ物と、あ、食べ物と関係してるよ、納豆だから、これバレる、なんだろう、部分的にそうなのかな、二人で勝つ、まあ、ネバール君とほぼ勝つとしてるのから、はいかな、はいはい、3付けで、あ、あれ急激にまずいぞ、いきなり入られる、え、スイートティーです、あー、ここ追加するね、ここやばいぞ、はいはい、多分部分的にそうでいいのかな、はいはい、あー、もう来た、え、なっとお兄さん出た、出た、ゆるびとになってる、すごい、これ私のツイッターの写真だよ、ってことはやっぱり誰か納豆お兄さんファンの人がやってるってこと？ Twitter から写真を撮って、うん、ここで作ったのかな、ね、すごいね、私も出ちゃうの、すげーねばね、これ何でもいけんの、人じゃなくてもいけんの、青鬼とかいけんの、これ青鬼とかもいけるかもしれない、ちょっとやってみようか、じゃあ青鬼ね、 YouTuber ではないよね、家だよね、そっか、じゃあ家、うん、動物の耳が生えてる、生えてない、いいえ、髪の毛生えてる、生えてない、青鬼、青人、人じゃない、青鬼、人間じゃない、人間なのかな、日本は、はい、はい、青鬼、青鬼さん、兄さんになっちゃってる、いいえ、いいえ、ポケモンでもない、いや、ストレートだな、ずいぶんポケモンで入ってたもん、ポケモンの中のキャラクターを当てちゃうってこと、そういうことだよね、そしたらめちゃくちゃすごいね、めっちゃいるね、ね、でもなんか気づいてるね、もうね、そうね、人間じゃなさそうっていうところからいろいろ探ってるね、青鬼、うん、ではない、青鬼、なるほど、文字です、ドラゴンボールの、いいえ、ではない、あれ、ちょっと手こずってない、ニックネームはさ、もう違うね、青鬼とかでの動物の形してるやつも部分的にそうとか、うん、いやー、わからない、わかんないな、なんか変形してるやついるからね、そう、でも動物の形じゃないとはもうな、人間だよね、あ、おおに、うわ、4文字、はい、マガツ、つかないね、なんだと思ってんだ、まあ喋ることできる、できない、ヒッヒとは言うけど、子供より背が小さい、大きいよね、大きい大きい、尻尾はない、ない、出た、あ、青い、いいえじゃない、はいでしょ、100年以上生きてるかどうか知らないな、わからないだね、わからない、え、青鬼にか、もう、あー、はいだね、はい、じゃあ青鬼だよね、もうもういるだろ、さっきの青鬼、さっきので当ててるだろうか、ねえ、すげえねばね、ねえ、すごい、なんかさ、貞子いるじゃん、のリングに出てくるさ、あの井戸から出てくるあの、うん、髪の長いお化け、ああいうのも当てれるかも、わかんない、やってみようか、やってみようか、貞子ね、YouTube 関係だっけ、あの人は、違うよ、お化け関係だよ、なんでお化け関係、髪の毛生えてます、話聞いてたんじゃない、 ねめちゃめちゃ生えてるよ、うー、実際に存在する、しないよね、しない、名前に漢字、漢字ある、いやー、貞子、いや、漢字じゃなかったかな、学校に通ってるかもね、いやー、通ってないでしょ、じゃあいいえね、
黒髪。あ、黒髪。聞いてるんじゃない話やっぱり。物語の主人公。主人公なのかな。まあ部分的にそう。部分的に。あ、でもあそうだね。貞子っていうあれじゃない。アニメになってる。わからないな。いいかな。映画かな。映画だよね。うん。ゲームに関係はしないね。しないね。漫画に関係してる。しないね。映画って言ってくるよ、この映画。言ってます。女性。はい。はい、当ててきたぞ。ホラーに関係。やばいぞ。これやっぱ話聞いてんじゃないの？携帯とかさ、うん、タブレットって実は誰かが AI が聞いてんじゃないかな。お母さんですか。お母さんではない、ね。わかんないな、わかんない。わからない。うん。髪の毛が重要アイテムですか。ああ、そうね、重要アイテムだね。長いから。そんな聞き方ある。うわー、ああ、ほら貞子、ほらほら貞子、怖い、出ちゃったね。写真も怖いね。私それ以上に当ててきたことが怖いね。ばね。ねえ、まあすごいね、これやっぱり楽しいね。すごい楽しいし、むしろこっちで喋ってる会話聞いてんじゃないかっていう怖さを感じました。うん、そうね。みんなもね、これ面白いからやってみてよ。じゃあみんなもね、もしかしたらパソコンとか携帯誰か聞いてるかもしれないね。ね、気をつけてね。じゃあねば。じゃあね。ネバネバ TV を見てくれてありがなっとうネバー。チャンネル登録してネバね。グッドボタン、ベルボタンも押してネバよ。イベントやグッズ、アプリの情報はホームページにあるねばよー。